古くから水の都と呼ばれてきた大垣市。今では水道の蛇口をひねればすぐにおいしいお水が出てきます。そこで今月のスイートピア通信大垣では、そんな快適な暮らしを支えている水道の仕組み、下水道の仕組みについて詳しくご紹介します。さらに上下水道の注意点もお届けします。蛇口をひねればいつでもおいしいお水が出てくる水道。でもどうして、どうやって私たちの家まで届けられているのでしょうか。ということで、ここからは大垣市役所水道部水道課の山本さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。突然ですが坂口さん、まずはこちらの水を飲んでみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。いただきます。冷たくって美味しいお水ですね。ありがとうございます。実はこちらの水は大垣市の各家庭に配られている水道水なんです。そうなんですか。毎日こんなに美味しいお水が蛇口から出てくるなんて、大垣市の皆さんはとっても幸せですね。そう言ってもらえるととっても嬉しいです。でもどうしてこんなに美味しいお水が毎日飲めるんでしょうか。やっぱり最新の設備が整っているからですか。一番の強みはやっぱり水そのものですね。この水は地下水を利用していて、あちらのポンプで地下およそ200メートルから汲み上げて使っています。そうだったんですね。はい、もう少し詳しくご説明しますので、こちらの VTR をご覧ください。まず最初は飲み水ができるまでについて説明するので、こちらの図を見てほしいんだ。日本の水道のおよそ 80% は、一番上の図のように川から水を取り込んで、いくつかの処理工程を通って飲み水になるんだ。でも真ん中の大垣、須磨田地域の場合を見てごらん。ずいぶん簡単になっているだろう。これは大垣、須磨田地域は深井戸からきれいな地下水を汲み上げて水道水に使っているからなんだよ。一番下の上石津地域では、浅井戸からの地下水と牧田川の伏流水を汲み上げて使っているんだ。少し工程が増えるけど、一般的な水道水の処理に比べると少ないんだよ。ここでポイント。大垣市の水が美味しいと言われる理由はここにあるんだ。ミネラルが豊富な地下水を少ない薬品で飲み水にすることができるからなんだよ。ここからはもう少し詳しく説明しよう。大垣市では水をきれいにする浄水施設は大垣、須磨田地域で8カ所、上石津地域で8カ所、全部で16カ所もあるんだ。大垣地域の水源は地下水で、深井戸からポンプで汲み上げ、安心して飲める水にするため塩素消毒し、一時的に排水池に溜めるんだ。排水池は朝や夕方のたくさん水を使う時のために水を一時的に蓄える施設なんだ。そして排水ポンプにより水圧をかけ、排水管、給水管を通して各家庭などに水道水を送っていくんだよ。坂口さん、いかがでしたか。はい、とってもよくわかりました。たくさんの工程を経て美味しくなるのかなと思っていたんですが、水自体が美味しいからほとんど何もしなくていいんですね。そうなんです。大垣は地下水自体が美味しいんです。そうだったんですね。ところで山本さん、冬になって雪が降ると外で使う水道が凍ってしまって使えなくなる時がありますが、どうしたらいいんでしょうか。
そうですね。そんな困りごとはたくさんありますよね。そんな水道のトラブルの映像もありますので、まずはこちらをご覧ください。冬場、水道管が凍結して水が出なくなったら、そんな時は水道管が露出している場合、布などを管に巻き、ぬるま湯をかけてゆっくり溶かすと水が出始めることがあります。気をつけてもらいたいのは、熱湯をかけるなど急激な温度変化があると水道管が破損することがありますので、必ず布を巻き、ぬるま湯をかけるようにして配管に直接かけることはしないでください。なるほど、布を巻いてぬるま湯をかけたらいいんですね。そうです。ポイントはぬるま湯です。他にも蛇口やトイレの水が止まらなくなったら、パッキンの取り替え方法など Q&A 方式で5つあります。こちらの VTR も YouTube で簡単に見ることができますので、ご覧の QR コードからアクセスしてみてください。はい、しっかり見てみます。山本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ここで水道部水道課からのお知らせです。皆さんに安全安心にお水をお届けするために排水池を新設しています。これからも大切に水を使っていただくようによろしくお願いします。ところで皆さん、蛇口をひねれば美味しいお水が出てくることはよく分かりましたね。しかし、お家で使われたお水はどのようにして、そしてどこに行くのでしょうか。皆さんはご存知ですか。ということで、ここからは大垣市役所水道部浄化センターの林さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで坂口さんは、使われたお水がどのようにしてこちらの浄化センターまで来るかご存知ですか。さらに汚れたお水がどのようにきれいになって川に流されているかご存知ですか。わかりません。そうですよね。当たり前に使っているけれどしっかりわからないですよね。そちらをまとめた VTR があるので、まずはこちらをご覧ください。お家から出た汚れた水がどこに行くのか、まずはこのイラストを見てほしいんだ。お風呂、洗面所、キッチン、トイレなどから出た汚れた水は排水管を通ってお家の外にある取り付けマスに集まってくるんだ。そしてそこから道路の中にある下水道管に流れていくんだよ。それじゃあ、下水道管を通って集まった汚れた水はどこに行くのか見ていこう。みんなも街中を歩いていると、地面にマンホールの蓋があるのを見たことがあるんじゃないかな。実はこのマンホールの蓋の下に下水道管が通っているんだ。ちょっと特殊なカメラで撮影した映像を見てみよう。すごいだろ。こんな感じで汚れた水がみんなの足元よりもずっと深いところを流れているんだよ。そしてこの汚れた水は市内にある下水処理場に集まっていくんだ。下水処理場は市内最大の大垣市浄化センターのほか、須野俣地域や上石津地域にもそれぞれあるんだよ。ここからは大垣市浄化センターに集まった汚れた水の処理について説明するよ。まず浄化センターに集まった汚れた水は沈殺設備で一緒に流れてきたゴミや砂などが取り除かれるんだ。沈殺設備で大部分のゴミとかは取り除かれたけど、まだまだこの水は川に流すことはできないので、次の工程、汚水処理設備へ流されていくんだ。ここからが浄化センター最大の注目ポイント。じっくり見てね。この汚水処理設備では、簡単に言うと泥と水を分離させてしまうんだ。まず
最初沈殿池という水槽に沈殺設備でゴミなどを取り除いた汚れた水をゆっくり流すんだ。それによって沈殺設備で取りきれなかったゴミなどを泥として取り除いているんだよ。次に最初沈殿池を通った汚れた水は胆嚢タンクというところに入るんだけど、ここでの処理がすっごく重要なんだよ。胆嚢タンクの中には微生物の塊である活性オデイという特殊な泥があって、これと汚れた水を混ぜて空気を吹き込むことで汚れを取り除くことができるんだよ。汚れを取り込んだこの活性オデイは沈みやすい性質があるんだ。だから次の最終沈殿池の中をゆっくりと流すことによって、上の方はきれいな水、下の方は泥に分かれるんだよ。最後にこのきれいな水は消毒して水門川に流しているんだ。どうでしたか？そうですね、こちらはさまざまな工程を経て汚れたお水をきれいにしているんだなというのが分かりました。一番びっくりしたところは、お水をきれいにするために微生物の力を借りているんですね。私、たくさんの薬品を入れているのかなと思っていました。そうなんです、微生物のおかげなんです。さらに大垣市では、処理した汚泥をセメントの原料や建設資材として利用したり、消化ガスを利用して発電させて電気を作ったりしています。そうだったんですね。さらに驚きました。林さん、そういえば先ほど北部水源地で山本さんから上水道の注意点について伺ったんですが、下水道の注意点はどんなところにありますか？はい、まとめた VTR がありますので、こちらをご覧ください。快適な生活を支える下水道、キッチン、お風呂、洗面所、トイレから屋外にある取り付けマスまでは各家庭の管理です。野菜くず、残飯、油は流してもいいの？キッチンから出る野菜くず、残飯、天ぷら油などを流すと下水管が詰まる原因となるので、絶対に流さないでください。油は缶の中で冷えて固まり缶を塞いでしまうため、ゴミがたまり詰まりやすくなり悪臭の原因にもなります。さらに油の塊が下水処理場に流れ着くと処理の負担が増すことになります。坂口さん、いかがでしたか？はい、分かってはいるんですけど、面倒くさくってキッチンに油を流してしまう時がありました。良くないことなんですね。そうですね、配管が詰まったりする恐れがありますね。さらにマスを定期的にメンテナンスする必要があります。先ほど見ていただいた VTR は全部ではありません。こちらの QR コードからアクセスして YouTube で見てください。こちらもしっかり見てみます。林さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今月のスイートピア通信大垣、いかがでしたか？いつも安心安全でおいしいお水を各家庭に届けるために、いろいろな人が関わり、いろいろな技術が込められています。今回ご紹介した上水道、下水道それぞれの注意点に気をつけながら大切に使いましょう。